はい、どうも、正攻法で負けない FX のりまるです。今日は2020年5月の18日、週明け月曜日ですね。今時刻は夜19時42分です。今日も今時刻にあれこれとチャート観察でしていけたらいいかと思います。よろしくお願いします。これ見てる時間足はドル円の30分足ですね。今朝方、今週の週明け、初め値がここ、下にね、窓を開けてスタートしたところから今週が始まったと。そこからね、日アジアタイムはブーンと窓を開ける動きをして、この高値をチャレンジするような動きをしてきたんですけども、アジアタイム終了から今ね、ロンドンタイム活発に取引が始まる時間帯で、この高値で今ね、抑えられてるっていうところですね。で、この上から来てる切り下げっていうのが、上位足を見てみると、この高値から引いてきたね、こういった4時間の切り下げですよね。日足レベルの持ち合い、レンジ、戻り売りが入ってきてるっていうところ。どちらにね、今、圧力がかかってるかっていうと、この高値からね、ずっと売られてきた流れ。で、直近で、日足レベルでこの安値を割り込んできたっていう動きから、現状ではね、まだ上から下に、戻りが入りやすいチャートにはいると思うので、高い位置まで来たら売られやすいかなっていうところにはあるわけですけれども、このチャート見てわかるようにね、現状この下から来てる押し目買いと、その、ちょうどぶつかってるところなんですよね。なので、どちらに行ってもおかしくないと。仮に上に抜けるとすると、この週明けから押し目買いが入ってドンといく可能性はあると。ただ今いる値段っていうのが、先ほどの続きです。ちょっとね、時間が飛んでしまいました。今22時です。先ほどね、この今にいる値段っていうところで、この107.3円っていうところでね、ちょっと注目したんですよね。この107.3円っていうのが何なのかっていうと、ここですね。以前4時間足レベルのレンジを作ってきた、こういった抵抗体ですよね。ここを上抜けるか下抜けるかっていうところで、ここの決着、この日足レベルの持ち合い、上からと下からの流れの決着がついてくるのかなというところを見ていたわけですけども、今ね、22時の時刻で一旦これ上に上がってきましたね。で、先ほどのポジション、これ決済して損切りされて終わりました。ただ、今下からね、上に、週明けの動きで押し目が入ってきてるわけですけども、やはりね、こういうところは、上位足レベルの抵抗体として、かなり意識されている部分はあると。今22時、仮にね、これ4時間足が確定するとすると、24時ですよね。日付変わってニューヨークタイム活発に取引始まる時間帯っていうところで、この4時間足がどこで引けてくるのかなってところはね、注目される部分かなと。そういったところを見て、再度ね、この107.5円近辺かな、レジスタンスからの売りっていうところを見ていけたらいいかなというふうに思ってます。もちろんね、冒頭でも触れた通り、今下から来ているこの日足レベルの押し目買いと、この上からのね、戻り売り、日足、これレンジを割ってきたところの戻り売りが、ぶつかってるっていうところで、どちらに行ってもね、おかしくない状況ができてきてるので、それを想定してね、あまりこの、売りと、傾向してし、あの傾いてしまうと、ストンとね、上昇してくる可能性はあるので、それだけ注意したいというところですけども、上がったとしても、この日足の戻り高値ですね、107.7円ぐらいかな、以前のこのレジスタンスですね、ここ、そこまでかなと。今の流れからすると、こういうところでね、日足4時間足レベルでダブルトップを作って、下がっていくイメージのが強いので、再度ね、高い位置まで来たら売る選択肢を持って、この先もチャートを見ていこうかというふうには思ってます。現状の流れは、この売りに対しての、ちょうどね、60.8%、ここの攻防ですよね。この戻りが勝つのか、下から来ているこの押し目が勝つのか、その決着を待って次の動きについていきたいといったところですね。なんで、焦って入るとね、やっぱどうしてもやられやすいところがあるので、この切り上げ、短期足レベルの、こういった切り上げを抜けてくるか、今ね、ぐんと伸びていったんで、この107.5円近辺からの逆張りの売りを仕掛けるか、そのところでね、この先のチャートを見ていこうかなというふうに思っています。長期目線はまだまだ下に向いているので、上がったらね、売りたいっていうところを見てね、この先も、様子を見ていこうかなというふうには思っています。はい。で、もう一つ、ユーロドルですね。もう先週、先々週ぐらいから、下まで来たら買いたいなと。超長期トレンドというところで、この抵抗体ですね、107.7円近辺から、違うわ、1.077から1.08っていうところが、かなり強く、
サポートされている事実があって、上がっていくとね、どうしてもこれまだ現状でね、4時間日足の戻り高値を超えていけない事実があるので、まあ、売り落とされてはいますけれども、下目なく言うと、まあ、相当強い買いの勢力がいると、買い支えられている部分があるので、押し目買いを狙っていきたいなと。で、現状この高値切り下げてきた動き、ここが5月の15日、木曜日かな、こういうね、まあ、上下にひげを出した部分とか、こういった部分はかなり意識されているので、まあ、現状短期の流れとしてこういうね、まあレンジ幅、これまあ上に抜けるか下に抜けるかっていうところで、まあ、この先の、まあ、しばらくの方向性がまあ決定されるのかなと。なので今この 1.085 ですね、直近の高値、まあ、これを超えてくると、またねこの高値を超えてくる可能性で、この高値を超えてくると、これがね4時間日足目のレンジを上にブレイクしてくるっていう動きになるので、またね一段とこうドンと、まあ、強く買われる可能性が出てくる部分かなというふうには思います。で、今一つねポジションを持ってるんですけど、 1.081、まあ、24ピプス、まあ、かける2ですけども、今これ日足の流れですね、まあ、日足でこうレンジを作ってきて、この底根圏、まあ、これどうなるのかっていうところ、まだね、まあ、さっき見ていた通り高値を切り上げていない動きなので、まあ、下抜けてくる可能性は全然あるわけですけども、さらに上位足っていうところを見てみると、まあ、超長期のトレンドが変わっていく可能性がある場面にはいると。まあ、安い位置からね、まあ、持っていくことができると、その先、まあ、数百ピップス上昇するようなね、まあ、相場に乗れる可能性がある場面なので、まあ、そこは狙っていきたいなっていうところですね。うん。まあ、目標とすると、この 1.11 とかね、まあ、週足レベルの戻り高値、ないし、以前、まあ、かなり意識されていたこの 1.118 ですね。そのあたり。で、そこを超えてくると次はね、まあ、かなり上の方になる可能性が出てくるので、もちろんね、まだまだ先の話は分からないですけども、今現状で長期の抵抗体、この 1.077、1.08 っていうところに注目して、この先の動き見ていこうかなというふうには思っています、はい。で、ここまでね、もうユーロドル見ても分かる通り、ずっとこれ、ね、超長期トレンドがこのまあ切り下げてきている動きが出てきたんですよね。高い位置っていうと2008年、これリーマンショックの時からずっとこう下落、高値を切り下げてきた動きがあったわけですけども、この辺りでね何度かこう底値を打って、一旦この戻り高値を超えてからもう一回こうそこを試しに行った、まあ、2番底ですね、これが突き足ですけども、そういった動きからここでね、これがまあ今世間を騒がしている感染症拡大によって、経済が停滞している、そのところからこう小回しを出してね、まあ、陽線で終わってますけども、上下にひげを出して、まあ、かなり特徴的なねローソク足で終わっていると。これがね、まあ、何を意味するのかっていうところは、まあ、正直この先の動きを、まあ、見てみないとわからないわけですけども、まあ、こういった小回しはね、まあ、トレンド転換の、まあ、きっかけに出ることもよくある動きでもあって、まあ、そういったところからもこの長期抵抗体 1.077、1.08 というところ、まあ、そこからの、ねまあ、買いは、まあ、十分優位性があるのかなといったところで、ね、この先もチャートを見ていこうかなというふうに思っています。まあ、ひとまずその4時間日足レベルのレンジですよね。このレンジが、まあ、どちらに向かうか、今ね強くこう週明けで陽線が立ってますけれども、この高値を超えてくるか、まあ、そこに注目してね、この先も様子を見ていこうかなというふうには思っています。現状この4時間の切り上げとこの高値ですね、こういう流れで、まあ、しばらく向かうのかなといったところだと思います。はい。で、もう一つポンドドルですね。こちらもねユーロドル同様に長長期のトレンドがまあ、そこを打つのかどうなのかっていうところにね、まあ、ずっと注目してるわけですけども、まあ、現状ね4時間日足レベルのダブルトップを作って、売りを支えてきたと。ここですね。で、まあ日足のこうレンジを見ていたわけですけども、一旦ちょっとね下に抜けてきたっていうところですね。うん。で、抜けてはきたんですけども、やはりこの、まあ、V 字回復というかね、この急激な上昇に対してのまあ、押し目買いが入ってきやすい部分
っていうところで、今 1.21、 これがね超長期のサポートですよね。ここ、まあ、突き足レベルの抵抗体で、そこで今、まあ、一応反発はしてるっていうところですね。はい、だこれ見て分かるとね、まだ、まあ、売りの力は相当強いと。強烈な反発はあったわけですけども、今まだそこからの戻り売り、まあ、じわじわじわとまだまだ下がってきている状況はあると。ただそれ以下の時間してね、週足だったり日足だったりってところを見ると、この底根圏でまあレンジを作る動き、まあ、横の動きをしつつある動きがあって、まあ、それを踏まえるとこの上昇に対してのね、まあ、押し目買いだったり、この 1.21、まあ、上位足のサポートからの反発ってところは、まあ、十分、まあ、優勢を感じられる部分かなと。で、まあ、先週の動きなんですけども、この超長期の抵抗体はまあ一旦割ってきた、この4時間の下落のトレンドが出てきたので、こういうところでまあショートするのはすごくねいい戦略だったと思うんですけども、今そこからすでにね急激に反発してきた状況からは、やはりこれが、まあ、突き足レベルの抵抗体っていうところで、まあ、かなりの勢いでまあ反発、まあ、利確を取って買いだとか逆張りの買いとかっていうのがまあ入ってきている状況かなと。なんでまあこれを見てもやはりね、この辺りはまあ、すごく、まあ、反発をしやすい部分にはいると思うので、まあ、ひとまずはこの4時間の切り下げですよね、まあ、1点目、2点目、3点目と、まあ、トレンドが続いていく中で、まあ、あの目標とするならここ戻り高値 1.22 かな、まあ、これを超えてくればね今のこの4時間のトレンドが、まあ、ブレイクをして、まあ、次に向かうっていうところなので、まあ、こういう流れからはこの、1.21 を、まあ、サポートとして、まあ、押し目が狙っていける状況がまあ、やっと出てくるかなと。まあずっと狙ってきたわけですけどね。それが、まあ、大底まで、まあ、到達できている状況から、再度ね、反発の買いを狙っていこうかなというふうに思っています。ただ、現状はまだね、この買い方向で見ていくのは、まあ、逆張りにはなるので、まあ、それだけはしっかりと認識してね、様子を見ていきたいっていうところです。ただ、もう何度も見ている通り、ここがね、超長期トレンドの、まあ、底になる可能性は、ある場面なので、まあ、それを踏まえて様子を見ていきたいというところですね。で、今朝方の動きは、ここ、まあ、1.21 からドンと、ね、大きく窓を開けてスタートしたところから、まあ、窓を埋めていって、この戻り高値をあっという間に超えていったというところですね。これが1時間足ですね。こういった流れを見ても、やはりこの下、そこは、まあ、相当硬いのかなと見るのが、まあ、自然ですよね。うん、でここからまあ押し目買い狙っていけるチャンスがあれば、またね、狙っていこうかなというふうには思っています。まあ、そのどこかな。はい、最後ドル円の動きです。今ね短期足レベル、これ30%足ですね。この意識されていた 107.30、 4時間の抵抗体ですね。ここをレンジを作ってきたところを超えてきたとっていうところで、まあ、短期足レベルでかなりね強く買われてるってところですね。なんで今この切り上げてきている動きからまだね短期足で買われてきている動きが続いてきているので、もう少しまあ我慢していきたいと。で目標のこの 107.5、 このあたりの、ね、値段がまあ迫ってきているというところ、あとまあ24時の時刻でまあ切り替わって、そこで、まあ新しい動きになる可能性が出てくるというところで、まあ、その辺に注目していきたいですね。で、まあ、次の目標が4時間足レベルで見ると、ここ 107.619 かな、まあ、そのあたりまで上昇してくるとね、まあ、逆張りを仕掛けるにも、まあ、かなりねいい水準にはなってくるかなと。まあ、安全に行くならばこの切り上げを、まあ、ブレイクするまで待ちたいところではありますけれども、まあ、以前作ってきたこういったね、まあ、天井圏ネックライン付近、これがまあ1時間 30% レベルのラインだと思うんですけども、まあ、こういったところからはね、まあ、十分逆張りを狙うには、まあ、根拠が持てる部分かなというふうには思います。でこれがまあ5分足のドル円の5分足ですけども、今ねこういったところでやや強く売りを押さえているというところを見ても、このあたりはねちょっと意識されている、まあ、抵抗体、ということは見て取れるかなと。で、そこをね再度1分足で見てみると、まあ、短期のトレンド転換をしてるのかな。
ちょっと出てこないですけども、ね、大きく乱高下している状況もあって、まあ、明確には、まあ、ここですかね、107.364、まあ、これを下抜けてくるとね、まあ、短期足レベルでもまあトレンド転換してくるっていうところで、まあ、売りやすいっていうところでありますけども、今高値を超えていったところからストトトンってね、ちょっと強く売られてきている状況があって、まあ、この辺りからはまあ、売っていける状況が出てきているかなというところですね。で、買いに、まあ、損切られたとしても値幅は、まあ、大したことないんでね、まあ、週明け月曜日から、まあ、火曜日に向けて、まあ、長期トレンドの方向にね、まあ、順張りで進んでいく傾向もあるので、まあ、24時、まあ、一つの、ね、まあ、目安として、まあ、そこを、まあ、ターゲットに様子を見ていこうかなというふうには思ってます。はい、それでは、ね、今回の話は以上です。やっとこさっと、まあ、緊急事態宣言が、まあ、解除された部分が多くて、まあ、日常を、まあ、取り戻す、まあ、取り戻しつつある、まあ、日本ではありますけれども、なかなかね、その経済がうまく回っていくっていうのは、まあ、かなり大きな時間がかかるかなといった印象が、まあ、どうしても拭えなくて、まあ、不安は残るというか、まあ、この先どうするんだってね、思ったりもするわけですけれども、まあ、前々からお伝えしている通りね、まあ、自分たちができるのは、まあ、当たり前に言われている、まあ、感染症の、まあ、拡大感染防止対策をしっかりと取りつつ、その後はね、まあ、そこまでその気にせずに、まあ、普段通りの生活をすると、まあ、それがね、まあ、いろんなことにおいていい傾向があるとは思っているので、あまりね、そのワイドショーの話だったりとか、まあ、不安を煽るような話はちょっと隅に置いといて、できる限りね、まあ、普段の生活を取り戻すといったところをね、まあ、念頭において、まあ、生活していきたいなというところで、今日のチャートコーナーを終わると思います。はい、それではね、今週も1週間張り切っていきましょう。